お、カラスの鳴き声が聞こえてきましたね。あれ、カラスの勝手だねっていう歌ありませんでしたっけ？北海道紋別郡遠軽町。え？ 違いますかね。みぞれですね。北風。失礼いたしました。それを思い出してしまった。北風がややあります。気温マイナス2度、寒いですと届いております。カラスが鳴くとお家に帰りたくなりませんか？あ、そうですか。なんか民謡とかでありませんでしたっけ？それではないですか？あ、替え歌だったんですか？私本家だと思ってました。 まあでもお家に帰りたくなるね。明日もね、最新情報はウェザーニュースからご覧ください。ではここで失礼いたします。おやすみなさい。